ます。岐阜県岐阜市にやってまいりました。2022年、今日はですね、1月の6日ですかね。6日ということで、新年明けましておめでとうございます。今年もはですね、このドドガミネからね、スタートしていこうということで、この三田村工房ルートからね、歩いていくんですけれども、今回ちょっとね、ドドガミネ何回かってもう今回4回目じゃないかなと思うんですけれども、ペロペロキャンディー方式で、ね、今回は歩いていこうかな。まあ、渦巻き型で歩いていこうかなと思いますので、かなりね、長いロングトレイルになるのではないかなと思います。はい。今回も、歩いていきたいと思います。はい、駐車場からですね、5分ほど歩いたところに分岐点がございます。そのまままっすぐ行ってもですね、ドドガミネの方に行くんですが、今回は先ほど渦巻き型ということで、こちらのね、方向、展望あずまや方向の方に歩いてですね、岩田権現山の方に向かっていきます。はい、今年もね、2022年、令和4年度じゃない、4年が始まったわけなんですけれども、今年の抱負まあ目立った目標毎年立ててきたんですけれども、まあ去年はですね、寄り添う登山ということで、視聴者層さんがね、結構、40代50代の方が多いと、まあ、それに、ね、添えるような、ね、参考を、まあ、歩いてきたわけなんですが、今年はですね、去年そういうことやってもですね、なんか目立った結果が残すことができなかったというかね、なんかどうなんかなっていう感じがあったので、もう今年はですね、もう適当に歩いていこうか。もうメインルートじゃなくても、もうマイナーであったとしてもですね、もう知らねえぞと。稲荻登山っていうんですか。そういうふうな形でですね、もうほんと適当に歩いていけば、こんなとこ知りませんとかね、メインルートじゃないとかね、なんか砂文句言われてももう知らねえぞという。そういうふうなね、参考にしていこうかなと思っております。交流になりましたけども、こっちからもね、駐車場からちょっと下のところに行ったところからね、入るルートがあるようですが、岩田権現はここね、つづら折りにね、こっちへ進んでいきます。はい、非常に道の多いね、このドドガミネですが、ここそのまままっすぐ行きますと、主催ルートではありませんが、東海自然歩道でショートカットの感じの道になります。まあ、今回ちょっとね、つづら折りに東屋通って行きましょうかね。はい、ということで、左に行きます。はい、そうですね。こっちの方はね、伊吹山が見えてんじゃないかなと思います。手前はね、池田山という風になっておると思います。まあ、こちらのね、ベンチの方は、こちらからね、行くことができますのでね。はい、わざわざ、直通しなくても大丈夫ということになります。はい、ということで、先ほどに進んでいきたいと思います。はい、ここでね、先ほどの東海自然歩道から、また合流したところからの、登りと一緒になりました。まあ、東海自然歩道といえばね、木の階段、木段って言われるね、階段ということで、はい、こちら書いてますように、権現山の方にね、行きたいと思いますので、
こちらの方向でまた階段がついてる感じになります。階段登ってきました。本来であればね、こういう側道とかでね、楽したりしたいんですけど、道幅の関係で、そういうね、の悪いことはできなかったですが、まだ階段がちょこちょこありますね。よいしょ。あ、また長い階段が出てきましたね。よいしょ。あ、まだちょっと上りあるんだね。よいしょ。375m、やったはい、ここにルート案内図が出てましたね。今現在地はここになっております。岸のこの四季の森のセンターからずっと行って、ここですね、ここのとこから、グッと入って、でなんかこちらからの道と合流をして、ここからね、このつづら折りな感じ で展望台ですよね。でそこずっとね、で階段通ってやってきたということになります。この後なんですけれども、ここからツーッと行くとね、ゾゾガミの山頂に行くんですが、ね、ここ行ってね、もうそのまま帰りたいなっていう気持ちにもなるんですが、今回はペロペロキャンディー大作戦ということで、こちらの方向に行きます。で、こちらに行くと、こっち方が例えばゲンタミネの方向なので、なんかスーッと行きまして、ちょっとこっち初めてなんですけれども、ここら辺ですね、大倉山の方向へ行きます。で、大倉山からずーっとまた戻って、東海自然歩道ね、ここに東海自然歩道なので、ここずーっと通って松尾駅まで行きます。で、松尾駅から、ずーっと行って、この将来団地のね、登山ルートまで行って、そこからですね、あとここルートないですね。ここに乗ってないですけど、こっちから行ってまた、こうやって戻ってくるというね、ペロペロキャンディー大作戦ということですので、まだここでは全体のルート上で行くと5分の1しかないということになります。で、先ほど通り、こちらから降りていきますと、ドドラミネの方向ですね。一回トイレのところに出て登るという形になります。が、今回はこちらの方向へ進んで、まあ、前回もね、そうでしたけども、こっちの方向へ進んでいきます。ここで舗装路と合流をしたということになりますね。登山者ね、ここ歩いておりますが、こっち舗装路ね、このまま行きますと、ね、トドガミネの方向に行きますが、で、ここでこちらですね、鉄塔通る道、こちらを通りますと、ゲンタミネの方向ということで、今現在ね、破線ルートに、ね、なってしまいました。で、ここですね、このまま舗装路に入りまして、下の方までね、ちょっと降りていこうという風になります。は
はい、あと真ん中の方にはね、黄河山が見えて、手前の方に、天王山、誕生山が見えるということで、北側の方向になります。天気が良ければですね、乗鞍御嶽も見えるそうなんですが、ちょっと今回はね、それが見えない感じがしております。はい、ということで、白山展望地ということで、このままですね、舗装路を歩いていきますが、ここに分岐点出てきましたね。こちら右に見ますとですね、芝生広場の方向へ出るんですけれども、ちょっと一回登ってね、また下って舗装路、この舗装路に出ないといけないということになりますので、ちょっと今回はね、舗装路そのまま歩いていきます。で、ここでね、芝生広場からの、コースと一緒になったという形になります。で、引き続きね、そのまま舗装路で降りていきます。ここでね、分岐点になりました。このまま舗装路をね、楽しく歩いてしまうと遠回りになってしまいますので、道が2つありますね。こっちからですね、こっちは何のルートかちょっとわかんないんですけども、一部ね、あそこの、山からね、降りてきた道と一緒になっているという感じになりますが、大倉山の方に行きたいと思いますので、ここはそのまま通らずに、こっち側のね、鉄塔を作るためのね、こちらの道を、通っていきます。なんか一緒になりましたね。なんかさっきの道と一緒になった感じのような感じですけども。はい。こっちに看板があって、NHK アンテナって書いてますね。はい、こっちに行きます。途中分岐点まっすぐ行きまして、またここで分岐点にやってまいりました。まっすぐ行きますとね、大倉山のトンネルの登山口の方向までね、降りてしまうということになりますので、こちら右にね、進んでいきます。はい、ここでね、別の道との合流になりました。ここはですね、そのまままたまっすぐ歩いていきます。で、まっすぐ歩きますと、大倉山のね、取り付きポイントに入ります。はい、ここでたくさん分岐点出てきましたね。今までは、こちらからね、歩いてきたわけなんですけれども、右に曲がりますと、あ、今人かな？動物かな？林道の方に出るということになってます。で、大倉山、こちらの方向に進みますね。で、こちらに鉄塔作るための道があるんですけれども、こちらはね、大倉団地の方の方まで降りていく、ルートじゃないかなと思います。はい、ということで、大倉山トンネル1000メートル。違いましたね。違います。違います。もう一回行きまいますと、こちらから歩いてきたわけなんですが、こっちはね、登山口の方向ですね。登山口で、林道って書いてますから、先ほどの舗装道からのね、登山口になります。で、こっちに行きますと、大倉山トンネルの方に行くので、ピストンで帰ってきますので、こっちの方、帰ってきた時はこっち行くんですけども、大倉山こちらの方、鉄塔を作るための道になります。じゃあ、大倉山団地はどっちだっていうと、きっとこの道の方向ではなかろうかなと思います。はい、ややこしいですね、ここは。でもなんか楽しそうですよね。ということで、こちらを登っていきます。ここから大倉山までは、20分ということになっております。こちらピストンでね、帰ってくるということで、時刻の方がね、12時になったのかな。12時6分ということですので、12時半につけたらいいなというふうに思います。はい、ここでね、二手に道が分かれておりますが、左に行きますと鉄塔の方向に行きますので、大倉山は右ということになります。うん、ここですね。194メートル、やったーやったやったー。奥にはね、長良川が見えておりますが、
ここの大倉山ですけども、そのまままっすぐ行きますとね、ピーク178の方向にね、行って、まあ、また、地上復帰まで降りるということになってます。そこまでは行かずにね、またピストンで、先ほどの、分岐点がいっぱいある、あそこのポイントの地点の方まで降りていきたいと思います。